耳から覚える日本語能力試験語彙トレーニング N1 顔には出さなかったが嘘がバレないか内心ではドキドキしていたやる気最初は気が進まなかったが報酬がいいと聞いてやる気になった優越感 彼女は周りの誰よりも歌がうまいことに優越感を持っていた。誇り平和憲法を持っていることは我が国の誇りだ。決断経営状態が悪いので役員たちは会社の縮小を決断した。苦心この肖像画では モデルの優しさを表現するのに苦心しました。嫉妬子供は生まれたばかりの弟に嫉妬して弟を泣かせた。絶望すべてを失った彼は人生に絶望して自殺を図った。痛感チームが連敗していることに対し彼は 監督として責任を痛感しているようだ潜入感派手なみなりの彼女に悪い潜入感を抱いてしまった過ち彼は自分の過ちをなかなか認めようとしない欲欲を出して危ない株に手を出し破産してしまった 恥結婚式のスピーチで、神父の名前を間違えて、恥を書いてしまった。罰。悪いことをしたら、罰を受けるのは当然だ。ね<念>辛いことがあっても笑顔で頑張るともに、尊敬の念を抱いた。本音。お酒を飲んで、 上司のことが嫌いだとつい本音を漏らしてしまった。弁解学生は試験に遅れたことを教師にいろいろと弁解した。沈黙出席者は皆沈黙したまま下を向いていた。最初に沈黙を破ったのは野村氏だった。没頭今、 趣味の写真に没頭している「専念」「勉強に専念するためにアルバイトをやめた」「充実」「充実した毎日を送っている」「自立」「女性の自立には経済的自立が重要だと思う」 相性占いによると、私と彼は相性がいいらしい。共感。その歌の歌詞に、多くの若者が共感した。協調。環境問題の解決には、各国の協調が必要だ。共同。この量のシャワーは、 各界の学生が共同で使用している激励選手団を激励するために大勢の人が集まった支援公害の被害者を支援する団体を立ち上げた指摘経済評論家は景気の悪さの原因を的確に指摘した 了解。商談が終わったら、結果を電話で報告してください。了解しました。承諾。先生は学生の承諾を得て、彼の作文をみんなに読ませた。嫌がらせ。町議会で一人だけ反対意見を述べたら、嫌がらせをされるようになった。妨害。 相手チームのプレーを妨害して、反則になった。説得。親を説得して、留学を認めてもらった。理屈。円高なのに輸入品が値上がりしているのは。理屈に合わない話だ。論理。この論文は構成はいいが。 論理の面で問題がある推理状況から犯人を推理する根拠彼の話には何の根拠もない誇張事件を誇張せずありのままに書く 暗示映画の最後の場面の音楽が主人公の運命を暗示している「錯覚」線 A の方が線 B より長く見えるのは目の錯覚だ「視野」山頂に着くと360度視野が開けた「空白」 日記を書く時間がなかったので3日分が空白になっている「接触」CD プレーヤーが動いたり止まったりするどこか接触が悪いのだろうか「交渉」取引の条件に関し現在 A 社と交渉しているところだ「妥協」彼女は 何事にも妥協しない人だ。更新。吉田選手はレースのたびに日本記録を更新している。生産。切符の生産をする。損害。今回の火災で2億円の損害が出た。 利害十分に利害を考えた上で事業を起こすかどうかを決めたい光<景>富士山町から見た日の出の光景に感動した報道,報道によると太平洋で飛行機の墜落事故があったらしい破壊爆撃によって。 町が破壊された「破棄」内容に不備が見つかり契約は破棄された「対応」日本の漢語は中国語の単語と対応していないものも多い「対処」問題に対処するため緊急に話し合いが行われた。 取引最近は東南アジアとの取引が増えた独占サッカーワールドカップでヨーロッパのチームが上位を独占した進出日本製品の海外進出が進んだ進化人間は 猿から進化したらしい。一切<歳>。火事で一切の財産を失った。加減。お父様のお加減はいかがですか。削減。赤字のため予算が一割削減された。 余分このプリントは余分がないのでなくさないようにしてください予<知>駐車場にはまだ23台車が入る余地がある発言大臣の記者会見での発言が問題になった発行就職活動のため 学校の成績証明書を発行してもらった。発信インターネットを使えば、誰でも世界に情報を発信することができる。発送最近は宅配便を使って荷物を発送することが増えた。発送<酵>パンを作るには、焼く前に生地を発酵させる必要がある。 発育この子は未熟児として生まれたが、現在は順調に発育している。発足 A 氏に町おこしのプロジェクト団体が発足した。確信3対1になった時、勝利を確信した。確定 開票が始まって1時間ほどで新市長が確定した「確保」紛争地域では食料を確保することも難しい「確立」クーベルタンが近代オリンピックの基礎を確立した「反応」「倒れている人に声をかけたが」 全く反応がなかった反射日光が窓ガラスに反射して眩しい反発厳しい親に反発して彼女は17歳の時家を出た反映国民の声を政治に反映させよう 反則サッカーでは手を使うのは反則だ特許 A 社は新製品の特許を取り大きな利益を上げた特有この植物には特有の匂いがある特定 権力は腐敗するというのは一般論で特定の政治家に当てはめられるわけではない復帰半年の育児休暇の後、職場に復帰した復旧崖崩れで道路が通行できなくなった復旧の見通しはまだ立っていない復 日本は戦後数十年かけて戦災から復興した。追<求>事故を起こした会社の責任を追及するため裁判を起こした。追<求>若者には理想を追求してもらいたい。追<求>学者の仕事は 真理を追求することだ追跡警察は警察犬を使って犯人を追跡した手本字を習うときは手本をよく見て書くことが大切だ手がかり新聞によると犯人の手がかりはまだつかめないそうだ 手分け近所の子供が行方不明になりみんなで手分けをして探すことになった手配同窓会の幹事をしているそろそろ会場を手配しなければならない手探り停電で真っ暗になった建物の中を手探りで進んだ手際母は 短い時間で夕食を作ってしまう。本当に手際がいい。人出<で>。注文が増えているのに、人手が足りないので増産できない。人目。人目を気にせず、やりたいことをやりなさい。人気。夜は、 人気のない道を一人で歩かない方が良い。